ダウンコートです。裏返しにして撮影しておりますが、ブランドはエニシス。素材は表地がポリエステル 100%、 中綿はポリエステル 50%、 ダウン 40%、 フェザー 10%、 裏地はポリエステル 100% で、フードにつく毛皮はフォックスです。袖の黒ずみ汚れ、ポケット周りの黒ずみ汚れ、全体的な汚れ、そして部分的なシミがございます。単色なので黒ずみ汚れは目立ちますね。自分が着てる服をしっかりと検品してる人って意外と少なくて、自分のお洋服なのに状態を把握していないことも珍しくないんですよ。何かこぼしたらそれは目立つ変化だからすぐに気づくけど、こんな感じの黒ずみ汚れはちょっとずつちょっとずつ悪くなるから、目立つ変化がないってことは見落としがちなんですよね。でもさすがにこれぐらいになれば嫌でも目に入るから気になりますよね。シミ抜き頼もうかなって思った時にいろんなことを考えると思います。シミ抜きをしてもらうことによって衣類が傷んだり色が変わっちゃうとか、いろんなリスク、そんなリスクを避けたいなって思うと、やっぱりそのままね洗わずに着続ける。そうすると汚れの状態はどんどん悪くなる。あとはダウンのクリーニング代って高いから、その費用を節約したいって考えちゃう。今はちょっとやめとこうかななんていうこともあるんじゃないですかね。節約したいものって数多くありますけど、クリーニング代も間違いなくその中に入ってると思いますよ。でもね、さすがにもう洗わないとって思った時に、どのクリーニング店に依頼すればいいんだろうって考えて、自分の洋服を適切に扱ってくれるかどうかを疑問に思ったり不安に思うことってないですかね。過去の悪い経験とか、友達からのネガティブな評価が影響するなんてことも大いにあると思いますよ。こんな状態になるまで着続けてしまったのを後悔しつつ、クリーニングに出しても綺麗にならなかったらどうしようって思いますよね。過去のクリーニングで綺麗になった経験がない方は特に不安だと思います。だからなんとか自分で綺麗に洗えないかななんて考えたりする人もいるでしょうね。今や何だって YouTube がやり方を教えてくれますからね。クリーニングに出してもダメっぽいからとか、クリーニングに出したくないから自分でやりたい、いやいやいや、これはなんともクリーニング屋としては情けない、大いに恥じるべきことですよ。自分でダメだから、自分じゃできないから、自分じゃやりたくないからプロに頼もうって、思ってほしいわけですよ。そのプロって誰よっていうことなんですけども、洗濯液表示では手洗い、ドライクリーニング、ウェットクリーニングが OK となっていて、気温は30度以下、中性洗剤、おしゃれ着洗い用仕様となっております。おしゃれ着洗いの洗剤は多分全部中性ですね。 pH 7ぐらいだと思いますよ。一般的な洗剤はですね、 pH が8以上あってアルカリ性ですね。中性洗剤は繊維に優しく作用して色落ちや型崩れを防ぐ効果がありますが、弱アルカリ性の洗剤に比べれば洗浄力は弱めなんですよ。弱めだからデリケートな素材や手洗いが奨励される衣類に対しても安心して使えるわけです。他にも色落ちや色移りを防ぐ成分が含まれていたり、あとは繊維を保護する成分が含まれていたり、だから繊維の寿命が伸びるよとか、風合いや形状が長持ちするよなんてことが期待できるわけですね。あとは蛍光剤も入ってない、漂白剤も入ってない、だからどんなお洋服にも安心して使えますよと。洗浄力が弱いからしっかりと汚れを落とすことが難しいんですね。しかもこれ手洗いでしょ。手洗いでダウンを洗ってね、しかもおしゃれ着洗い用の中性洗剤を使うってことは、洗濯機の機械力をかけて洗うとか、弱アルカリ性の洗剤を使うより汚れ落ちは悪いです。つまり頑固な汚れやシミに対して十分な効果が得られないってことですよ。気は優しくて力持ちみたいに、衣類に優しくて頑固な汚れも取りたいですよね。となるとやっぱり僕の出番ですよ。洗濯液表示に従わずに洗浄力を重視したアルカリ性の洗剤を使って、洗濯機の機械力もフルに使って洗う。おしゃれ着洗いの洗剤のメリットをさっきお話ししましたが、防げることたくさんありましたよね。色落ちや色移りによる色やグロスの変化とか、繊維が劣化することによる風合いの変化とか、縮みや型崩れなどの形状変化とか、あとは手洗いじゃなくて洗濯機の機械力をかけることによって縫製がほつれたり装飾が損傷するなんていうリスクも高くなりますね。いくら綺麗になったとしても、衣類の見た目や機能が損なわれていたのでは元も子もないわけですよ。衣類に悪影響を与えるリスクを絶対に
避けるんであれば、どんなに汚れがひどい場合でも洗濯液表示に従って手洗いでおしゃれ着洗い用の洗剤を使うなんて方法しかなくなっちゃいますよね。でもね、綺麗な状態に戻したいから洗うわけでしょ。ここはやっぱ僕の出番ですね。プロのクリーニング屋として成果ベースでシミ抜きをさせていただいております。このアプローチは一定のリスクを伴うんですが、でもそうしないと綺麗にならないんですよ。衣類に与える影響を最小限に抑えつつ効果的なシミ抜きを実現するために、どこまでが適切な範囲かを見極めなきゃなんないわけですね。それさえできれば何一つ望ましくない変化が生じることなく見違えるように綺麗になります。まあ、ご依頼する際にですね、お客様の不安はゼロにはならないかもしれないですが、動画で事例を見てちょっと安心してほしいなと、そして期待して当店に大事な衣類をお任せいただけるような流れになってほしいなと思って動画を公開し続けております。シミ抜きの過程でのリスクを最小限に抑える方法を常に研究し、適切な判断を行うことで、お客様の大切な衣類をきれいにし、またその品質や寿命を維持するために最善の努力を惜しまないことをお約束いたします。フォックスの毛皮もね、メンテナンスさせていただきましたよ。毛皮にはシミや汚れ見えないかもしれないですけど、定期的にプロのメンテナンスを依頼すると風合いが良くなるなってことが分かっていただけると思います。セットで使うものを一緒にメンテナンスした方がいいと思いますよ。動画を最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画が面白かったためになったって方はですね、チャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。それではまた次のシミ抜きの事例でお会いしましょう。さようなら。